はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではクロノトリガー、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、未来の世界の感謝のドームに行きまして、シルバードっていうね、なんかタイムマシーンみたいなのを手に入れたところで、まあ、終了したんですけれども、この後はなんかこの時の最果てにいるね、このいつも眠ってるおじいちゃんの話によると、もう一回あのジールにね、まあ戻りなさいよみたいなことを言われたんですけれども、そのジールでですね、あのマールのペンダントにね、なんか不思議な力をこう宿すことができまして、あの今までね封印されていた扉というか、まあそういうのがね開けるようになったんで、まあ今までもね、あのずっと気になってたあの謎の箱をですね、まあ現代とか中世とかにあったと思うんですけれども、まあそれをねちょっと調べに行こうかなと思います。ではシルバードに乗って、まずは現代かな、まあ中世にもね確かあったと思うんですけれども、うん、まあ一応現代に帰りましょう。割と久々に戻りますね。あれ、ここはどこだ、あれ、ここはどこ、あ、橋の南側ですね。ということはこっちにパルポリがあるのかな。あ、ありますね。まあ、あの現代のねこのパルポリっていうのは今までもねちょっと行く機会があったんですけれども、なんかまだ行っちゃいけない場所なのかなと思って、ずっと行かないままね、まあ現在に至るという感じなんで、まあとりあえずパルポリから回ってみますか。ここは宿屋さん、まあ特に泊まる必要もないんですが、宿屋さんは普通でしたね。グッズマーケット。売ってるものは、あ、もう結構初期装備というか、基礎的なアイテムですね。そっか、ここでもいろいろ買えたんですね。ん？巻き貝って、ここはなんだ？結構なんか人がいっぱいいますね。仲良く人と暮らすモンスターもいるの。あのピアノ弾きさんとかね。右側にいるやつがそうかな。400年前、フィオナという女性が北の荒れた大地を森に変えようとして死んでいった。悲しい話ですね。あ、フィオナってそういえばいましたね。なんか旦那さんの帰りを待ってる女性でしたよね。みんなトルースの千年祭へ行っちまったよ。たく、浮かれやがって。ゲップ。飲んだくれてますね。オーイラはピアノ弾き。悲しいやつ。派手なやつ。悲しいやつ？あ、この曲は確か、未来でかかってましたね。じゃあ派手な方。あー、なんかこの曲も聞き覚えはありますけれども、どこでかかっていたのかはわかんないですね。とっておきのハイパー干し肉があるんだけどね。とっておきだからね。 9900G でなら考えてもいいな。買うかい。高いですね。あ、ちょっとやめときましょう。高すぎです。あと行ける場所は、あ、民家。こんにちは、私もお祭り行きたい。あ、まだ青年祭やってるんですね。じいちゃんもばあちゃんもみんなトルースの青年祭へ行っちゃって、私たちは留守番ですよ。あ、なるほど。
置いてけぼりですね。そういえばあのパレポリには、あの中世のパレポリには、あのターターっていうね、勇者になりたかった人が、人というか、まあ、少年がいたんですが、あの人の祖先というか子孫はいるのかな、定期船はいいな、定期船はいいわねよっぽどいいんでしょうね。あ、タータって確かなんか船乗りになりたいとか言ってましたけれども、それと何か関係があるんでしょうかね。防波堤は特に意味はないと。だからパレポリに船着き場ができたのかな。町長の屋敷、子供たちの心が離れていくのがとっても辛いんです。ん？何かあったのかな。この世で一番嫌いな人、もちろん父さんよ。あら、なんか随分お父ちゃん嫌われてますね。お父さんお金大好きなの、僕よりも。ああそうですか。ガハハ、俺はこの町の町長、実は金持ちなんだよ。3回回ってコケコッコーで 10G やってもいいぞ。まあやりますか。あうまいな。ガハハ、ソーラ 10G ゴールドかな。以前あのコメントでね、あの通貨単位の名前をというかゴールドっていうのをね教えていただいたんですが、あ、ここにありますね。みんながうちのパパは欲張りだっていうの、うちょよね。残念ながら事実ですか。これは、あ、開きましたが、ホワイトベストを手に入れた。あ、これも取れましたね。ブラックベスト、ホワイトベスト、ブラックベスト、どれだ。あったあった。あ、防具ですね。天のダメージの2分の1を吸収、命のダメージの2分の1を吸収と。全員一応装備できますね。防御力は45。今黒のはトリケラプレート、防御力137。あ、ちょっと下がっちゃいますね。まあ、物理防御は下がるんですけれども、属性のダメージをカットしてくれると。どっちがいいのかな ?121。カエル君は変わらないんで、一応属性ダメージカットしておいた方がいいのかな。あ、でも魔法防御プラス5か。どっちの方がいいんでしょうかね。まあ、一応元に戻しちゃいましたが、光のローブも防御力は下がってしまうと。魔法防御と属性のダメージカットっていうのはどっちの方がいいのかな。ミストローブも下がっちゃいますもんね。なるほど。あ、ロボくんは変わらないですね。まあ、ルビーベストは火のダメージを、まあ、カットみたいなんですが、まあ、現状、特に変える必要はないのかな。まあ、ちょっとね、今後の展開によって、何を装備するのかっていうのは考えましょうかね。で、パレポリはとりあえずこんなもんかな。まあでも来てよかったですね。では、クロノたちの町に行きましょうか。ゼナンの橋。うおー、祭りだ。
日頃のうさを忘れてガンガン飲むぞと。この辺の人たちのセリフは変わってないのかな。わーい、お祭りお祭り。変わってなさそうですね。あ、そっか、ガルディア城とかも気になりますね。ルッカの家も行ってみましょう。お、親父さんいますね。お、いいところに来た。タバンスーツを手に入れた。タバン様の大発明、ルッカ用の防具の完成さ。大事に使いな。ありがとうございます。なんかまた防具もらいましたね。素早さプラス3と火の防御アップ。あ、これはいいですね。うん、ミストローブよりも防御力も上がると。確かおふくろさんがいた。ルッカもタバンも発明で忙しくってと。この辺のセリフは一緒かな。で、あの謎の箱をね、探しに来たんですが、なかったですね。あとありそうな場所は、グッズマーケットの品揃えも一緒ですね。あれ、思ったより謎の箱がないな。ない。レクチャーはいいですね。あれ、どっかになんかあったような覚えがあるんですけれども、宿屋さんかな。セリフは一緒でしょうかね。一緒っぽいですね。確かベッドルームにあったあった、代々伝わっている箱です。開けられた方ご自由にどうぞ。あ、青い光ん？ブルーベスト。なんかベストばっかり手に入りますね。これかな。水のダメージをカットと。なるほど。まあ、ありがたくいただいていきましょう。事務所は？あ、セリフは一緒ですね。じゃあ久しぶりに実家寄りましょう。ん？クロノ、うちではそんな大きなペットは飼えませんよ。お、奥方。私はペットではありません。姿はこうでも劣気とした武人です。あら、ごめんなさい、武人さん。私ったらてっきり。本当にごめんなさいね、武人さん。いや、私の名は。はい。武人で結構です。面白いな。完全に勘違いしてますね。あ、そっか、クロノの部屋にも謎の箱はないですね。これって仲間によってセリフが変わるのかな。あらあら、あなたお名前は？エイラ・ユー。エイラさん、若い女の子がそんな姿で歩き回っちゃダメじゃない。エイラ、これ。ん？返事は、はいです。黒。母親も強いな。なるほど。あ、せっかくなんで、ロボくんも試してみましょうか。
あら、ルッカの発明品？お初にお目にかかります。私はロボと申します。クロノには大変お世話になっております。礼儀正しいですね。あらあら、ご丁寧に。ちょっと変わった格好だけど、とっても礼儀正しいわね。クロノも少しは見習いなさい。あ、なるほど。いろいろセリフが変わってくんですね。こんな感じかな。まあ、特に順番は関係ないと思うんですが、一応お祭り寄ってみたんですが、変わってなさそうですね。確か謎の箱もなかったような気がするんですが、まあ、一応ぐるっと回ってみましょうか。ないかな？あ、まだこの原始的なダンスをやってるんですね。ずっとやってるのかな？それと、あ、このお弁当事件ありましたね。中入れませんもんね。まあ、さーっと見ちゃいましたけれども、特に状況は変わってないかな。あ、ゲートは一応あるんですね。では、ガルディア城行ってみましょうか。入れるのかな？確か以前は、マールが家出しちゃって、なんかあの、警備員みたいなのに追っかけられて、そのままね、あの、よその時代に行っちゃったんですけれども。久々なんで、道がわからないな。なんか端っこにあったような覚えがあるんですよね。あの謎の箱。この先ガルディア城、用のないものの出入りを禁ずる。あ、行けませんね。なんか塞がっちゃってますね。あれ？修正かな。なんか箱が端っこの方にあったような覚えがあるんですが、まあいっか。ガルディア城、マールディア様。あ、大臣、心配しましたぞ、マールディア様。マールディア様のお気持ち、この大臣よくわかりますぞ。国王は何よりも国を大事になさるお方。そう、あなたの母君アリーチェ王妃様が亡くなられた時も、母様が、いやいや、何でもありませぬ。話してよ。申し上げにくいのですが、もともと病弱だったアリーチェ様の容態が急変した時です。うん。最後に一目国王にお会いしたいとおっしゃっていたアリーチェ様ですが、国王はなんと、国の仕事でお忙しいとはいえ、アリーチェ様の元に来ず、幼いマールディア様が死ということもわからぬまま見守る中、アリーチェ様はお亡くなりになられたのですじゃ。ああ、そうですか。いやはや、あれでは国王がアリーチェ様を殺したも同然。父上が母様を。おやおや、私としたことが。お気にしませぬように、マールディア様。さ、
せっかく戻られたのです。国王のもとへお立ち寄りくだされ。なんかこの大臣怪しいんですよね。めでたき千年祭でもあることだし、黒のはとりあえず執行猶予にしておけとの王のご命令だ。あ、なるほど。一応御社が与えられたのかな。感動したとは言いつつも王は帰りを待っておられる。なるほど。まあ王様も気になりますが、ぐるっとね回りましょう。王の命により刑務所も今は封鎖中だ。なるほど。ピエールさんが下でお待ちです。ん？ピエールさん？ピエールさんって誰でしたっけ。あ、弁護士のピエールです。ああ、なるほど、弁護士でしたね。マールディア様が城を出られてから国王はすっかり塞ぎ込んでしまい、私の話も聞いてくださり、王女誘拐の罪はなかったことと。あ、なるほど。時間はかかりましたが、ようやっと使命を果たせました。うん、ありがとうございます。それにしても大臣殿の様子がおかしい。我々はその件に関して話し合っているんです。うん、まあずっと様子はおかしいんですけどね。刑務所にいた兵たちは大臣殿の口利きで城に来た者たちだ。うん、身内で固めてるのかな。裁判で 王様を叩きつけたのもおそらく大臣殿。怪しいですね。刑務所の兵たちはどうにもいけすかなかった。うん、時々俺たちを冷たい目で見やがった。まるで人間じゃない目つきでな。うん、怪しい。ますます怪しい。あれ、喋れないのかな。ドラゴン戦車を作るよう命じたり、あの頃から大臣殿は変わってしまった。うん、ますます怪しいですね。上って何でしたっけ。ああ、そっか、こっから脱出してきたんですよね。なるほど、ここにつながってたのか。あ、そうだ、ずっと下に降りないとダメなんですよね。結構なんか作りが複雑なね、お城なんですよね。まあ、一応右側も、裁判所は封鎖中と。建国千年パーティーを取り行う予定だが、王があれでは。ん？王様、どうかしちゃってるのかな？あれ？ここは、現代のこの食堂は初めてかな？千年祭の祝賀パーティーの準備中だ。そうですか。コック長の先祖は、料理で魔王軍との戦いに貢献したらしい。あ、そうですね。なんか兄弟の話でしたね。いや、すみませんな。このキッチンは女房が仕切ってるんですよ。あ、女房院厨房なんてね。うん、料理の腕はピカイチだが、気性が荒くって何でも血筋らしいんですがね。この人かな。厨房に勝手に入ってくんじゃないよ。なるほど、めっちゃピリピリしてますね。あの中世にいた料理長の子孫にあたる人なんでしょうかね。なんか似たようなセリフ言ってましたよね。厨房に勝手に入ってくんじゃねえみたいなことを言われたような覚えがあるんですが、まあ一応上も、あ、アイテムがありましたね。あ、スーパーエーテル。まあアイテムはまあありがたく、あ、鍵がかかっている。まあありがたくいただいていくんですが、あの謎の箱が思った以上にないな。
どうした？また裁判にかけられたいか？いえいえ、めそうもございません。あ、ここが裁判所なんですね。なるほど、こういう作りだったんですね。じゃあ王様に会いに行きましょうか。王様います？大臣殿だけは黒の有罪を最後まで決め込んでいました。うん、そうなんですよね。マールディア様がいないとこの城も火が消えたようだ。まあ、マールはムードメーカーみたいなね、そんな感じしますからね。さあマールディア様、ちょっと王様気になりますけど、私もマールディア様が城に戻ることを願っています。うん、まあ、兵士たちには慕われてるみたいですね。マールディア様は母君のアリーチェ様に生き写しだ。だからこそ王も厳しくされてしまうのだろう。うん、こっちは何でしたっけ。あ、そっか、上に上がっていくのか。あ、スーパーエーテル。ここには何もなしと。お、人がいっぱいいますね。わしゃ、姫様の教育担当じゃ。こっちの人は？いや、僕は姫様の体育担当だ。ガルディア体育大でのバリバリのスポーツマンさ。あ、マールのお付きの人たち。私は姫君のしつけ担当。今回の件は私が至らなかったばっかりに。いろいろ教育されてるんですね、マールも。これは開きます？ラストエリクサー。ラストエリクサー。なんかいろんなアイテムが手に入りましたが。あ、MP 全回復。あ、ヒットポイント MP 全回復。結構いいもん手に入りましたね。ここに来るのも初めてかな。なんか中世とね、なんかごっちゃになってるんですよね。現代のお城のこっちの方は初めてかな。じゃあ王様、遅くなりましたが。おう、マールディア。な、何しに戻った？この私に用などないはずだ。うん、強がってますね。なんだその目は。お前が勝手に城を飛び出すからだぞ。そうかと思えば、そんなキテレツな輩を城に入れるなぞ。ちんどん屋でも始めるつもりか。ひどいな。なんてこと言うの、私の友達に。そのようなものが友達とは。ガルディア王家のご先祖様に申し訳が立たぬわ。父上は私よりも、私や母様よりも大事なのね、このガルディア王国が。何？母様を殺したのは父上よ。まあ、さっき大臣が言ってましたけどね。出て行け。二度と私の前に姿を現すでない。完全にもう怒ってますね。言われなくたって来ないわ。ああ、もうこれは修復不可能なのかな。お前とは親でも子でもない。勝手にするがいい。ああ、もう親子断絶ですね。どうなっちゃうのかな。おう、なんということでしょう。なんということでしょうというか、この人相当怪しいんですけどね。ちょっと王様の後追っかけますか。こっち行ったのかな。
王はマールディア様のことでだいぶお悩みのご様子、うん、一国の王ともなれば相談できるものもありますまい。なるほど、みんなの前だから強がってたのかな。王はアリーチェ様が亡くなられてからマールディア様だけを大切に大事にされていたのですよ。まあそうでしょうね、一人娘ですからね。あ、ハイエーテル、王様無言、今さらこの私に用などないはずだ。まだなんかブンブクレバスね。これは完全に修復不可能なんでしょうかね。あ、ありましたね。そして開く。レッドベストがバージョンアップ。レッドプレートを手に入れた。ん？これは何だろう。レッドベストがパワーアップ？あったあった。火のダメージを吸引。吸引？あ、防御力70。これはなんか良さげなアイテムですね。あ、155。吸引っていうことは体力が回復するのかな。まあ一応着ておきますか。あ、トリケラプレートも物理の防御は上がりますね。うん、あとはこんなもんかな。あ、トリケラプレートは装備できないか。うん、なかなかいいアイテムありましたね。あ、エリクサー、これ見逃してましたね。王様問題は、そうですな、王のお好きなものでも持ってプレゼントしてはいかがです。王は最近ハイパー干し肉に目がなくておいでです。ハイパー干し肉、あれ、ハイパー干し肉ってパレポリで売ってましたね。こっちの厨房ではもらえないのかな。代々伝わるレシピであれば干し肉ありそうですけどね。あ、怒られちゃいましたね。あ、ハイパー干し肉、そうです。ああ、遠い祖先が作ったらしいけれど、値はレシピが分かんないね。今じゃパレポリの名物になってるよ。ああ、なるほど。現代には伝わってなかったですね。女房院厨房。じゃあパレポリ行きますか。9900ゴールドでしたっけ。まあちょっと高めですけれど、まあそれで親子の仲が戻れば安いもんかな。ちょっと来た道とは違う道を通って、なんかアイテムがないか。ん、キノコがいる。ないですね。中世には確かあの箱があったと思ったんですが、現代にはありませんでしたね。じゃあパレポリ帰りましょう。帰りましょうというか、ハイパー干し肉をね、買いに行きましょうか。巻貝亭でしたっけ、売ってくれるのかな。その前に買う。物好きだよね。ソーラハイパー干し肉だ。あ、普通に変えたっぽいですね。ハイパー干し肉、あったあった。特に説明はなしと。じゃあこれ持ってもう一回
お城に行けばいいのかな。そっか、来たばっかりの時に買っておけばよかったですね。買っておけばこんな二度手間のことをする必要はなかったんですが、まあしょうがないか。なるべく戦闘は避けたい。ちょっと今急いでるんでね。セリフは一緒っぽいですね。うん、ハイパー星陸。あ、でもこの大臣怪しいですからね。大丈夫なのかな。王様は、まあ一応、うん、ハイパー星肉持ってきたんで渡しましょう。今更この私に用などないはずだ。あれ？そう、それは父上の好物だよ。無言。お前が私にどれ？お、びっくりしてますね。ハウー。どうなされました？うー、私の血圧が高いことを知っていながらこんな激辛なものを。あれ？え？それ大好物じゃ。あ、やっぱり大臣の言うことは聞かない方が良かったのかな。今度という今度は勘弁ならん。お前が私をここまで嫌いなのがよく分かった。違うよ父上。どこへでも行け。二度と姿を見せるな父上。ああこれはやらかしちゃったのかな。やらかしちゃったっぽいですね。おお、なんということでしょうじゃないですよね。この大臣、もう一回ちょっとお父さんのところに行ってみますか。同じかな。大臣が干し肉が好きって言ってたんで、あ、固く閉ざされている。入れませんでしたね。王は誰にも会いたくないとのことです。あれ以来王は寝込まれてしまって、お体よりも気持ちが塞ぎ込んでおられるようです。これはもしかして取り返しのつかないことをしてしまったのかな。セリフは変わらないですね。じゃあ弁護士のピエール相談してみましょうか。何か変わるかな。マールディア、あ、これは一緒かな。一緒ですね。そうなんですよね。大臣の様子が怪しいと。セリフは一緒っぽいですね。まあ一応こっちの人たちにも話してみますが、一緒でしたね。じゃあ厨房を、まあ一応行ってみましょうか。祝賀パーティーなんてやってる場合じゃないですね。うん、セリフは変わんないですね。うん、やっぱりこの女性のコックさんはあの料理長の子孫になるんでしょうかね、きっとね。なんか取り返しのつかない展開になってしまいましたが、まあとりあえずあの謎の箱の回収も多分済んだと思うんですよね。
あとはあっちかな、あの魔族の生き残りが住んでた町がありましたよね。どっから行くんでしたっけ。この岬の渦から行けるのかな。まあ一応行ってみましょうか。ここはどこ？全然覚えてないですね。上に行けますが、あれ？こっちでいいのかな？ああ、出ましたね。あ、ボッシュ。久しぶりですね。セリフは変わらないような気がします。売ってるもんも同じですね。謎の箱はないですね。じゃあこっちの町ですね。セリフは変わってないかな。あ、そうそう、メディーナ村ですね。今まで名前をすっかり忘れておりましたが、ここはなんかぼったくりみたいな。あ、でも変えますね。ザンマ島、魔法生物に 1.5 倍撃。でも高すぎですよね。まあ、買えなくはないですが。宿屋も高いです。そしてセリフが一緒ですね。謎の箱もないですね。あれ、こんなもんでしたっけ。で、こいつがビネガーでしたっけ。あ、ビネガー8世。村の広場にはわしの先祖である大魔王ビネガー様、ビネガー1世が祀られておるのだが、はは。あれ、前に来た、ん、これは何だろう。あ、スピードカプセル。前に来た時はあの魔王ですよね。魔王をなんか崇めてた、怪しい儀式をしてたと思ったんですけれど、あ、そっか、一応魔王を倒したんで歴史が変わってるのかな。はは、ビネガー様。け。はあ、ビネガー様、ビネガー様。どんなに晴れた寂しい夜も、あ、寂しい昼も、あなたがいるならへっちゃらプー。あ、なんかあんまり心よく思ってなさそうですね。なんかそんな感じしますね。確かこの銅像が魔王だったような覚えがあるんですよね。ちょっとずつやっぱり変わってるのかな。で、ここがまあ謎の遺跡ですね。前に来た時は全然なんか入れなかったんですが、あれ？ペンダントから光が。これは何だろう。前に来た時はなんか入れないっていうか、ずっとこんな感じだったんですが、おお、消えた。あ、アイテムが出てきましたね。封印は解除された。リの賢者が作りし宝物を与えよう。
右には力を生み出す武器が、左には生命を守る防具がある。どちらが己に必要なのかよく考えて持っていくが良い。1万3000年の時は長かった。ガッシュ様、今おそばに。あ、消えちゃいましたね。武器と防具、どっちを取ればいいのかな。武器と防具、武器かな。お、びっくりした。ツバメを手に入れた。ツバメ、一応調べましょうか。スピードカプセルはクロノに使っちゃいましょう。素早さプラス3で、クロノが装備できて、うわ、攻撃力145。こんなに強い武器を手に入れちゃっていいのかな。あ、素早さもマックスですね。なるほど。なんか手に入れちゃいましたけれども、こんな段階で手に入れちゃってよかったのかな。もうちょっとなんか考えた方が良かったんでしょうかね。ではとりあえず現代はぐるっと回っていましたね。じゃあ帰りましょうか。どうやって帰るんだろう。シルバード号が止まってるところに行きたいんですよね。ここはもう敵は出てこないのかな。もう48分ぐらい経っちゃいましたが、とりあえず帰りたいです。あ、ありました、バリアリング。バリアリング、奥の方にまだ何かある。なんと、あ、スピードリング、バリアリングとスピードリング、なんかいろいろアイテム手に入りますね。あ、魔法防御プラス10、素早さプラス3。あ、っていうことは、カエルくんのトリケラプレートをこのダメージカットにして、ダメージカットにして、あ、でも勇者バッジは必殺が出やすいのか。まあ、とりあえず元に戻しましょう。アクセサリーで魔法防御を上げておいて、で、防具はダメージカットっていうか、属性ダメージをカットした方がいいのかな。帰ってきましたね。よしよし。では、時の最果てまでね、一回帰りたいんですよね。また今回も随分長い動画になってしまって申し訳ないのですけれども、とりあえず帰りましょう。時の最果て。これ別の時代でシルバード号を放置したままゲートをくぐってよその時代に来たら、シルバード号はどうなるんだろう。まあ、とりあえず、回復をしまして、今回はね、ここでまたセーブをして終了したいと思います。ここかな。
また50分ぐらいのね動画になってしまって申し訳なかったのですが、まあ、とりあえずね、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは権現でした。